君に心臓をあげたい。というわけでやっていきましょう。なんかね、唐突にノベルゲームやりたくなって、ちょっと今回ね、こちらのね、作品をね、やっていきたいと思います。はい、さっきね、ちょっとあらすじ読んでみましたら、どうも、人生に疲れた主人公が、まあ、こちらのね、なんかアンドロイドの少女と繰り広げられるお話らしいです。はい、もうそれ以上の情報は何もわかりません。ただ一つ、なんかどうも刺激的な内容を含むらしいんで、皆さん、ちょっとね、そこはご注意ください。はい、もうタイトル、からね、なんとなく差し付くね、まあ、やっていきましょう。とりあえず始めからということで、本当にね、どういうゲームか一切わかんない。この作品はフィクションです。実際の人物団体などとは関係ありません。本作品にはショックの強い表現が含まれています。苦手な方、心臓の弱い方はプレイを控えくださいということで、はい、すごい親切にもね書いてありましたね。うん、僕がわざわざ説明するまでもなかったわ。はい、行きましょう。ね、本当にね、どういう話かわかんないんだよね。本作が原因で何らかの損害や障害等が発生しても制作者は一切責任を負わないものとします。本作の無断転載、無断商用利用は禁止です。プレイ動画のアップロードや二次創作の公開等は良識の範囲内でご注意にお答えていただいて構いません。ありがとうございます。やっていきましょう。すごいね、こんなに注意書き丁寧に書いてくれてるよ。ただなんかね、動作がちょっと遅くない？クリックしてんだけど、あれ進まないな。どうした？あれ止まっちゃった。おー、進んだ。何だったんだ今のためは。すごい長かったな。カタカタとキーボード打つ。パソコンのファンのうるさい音が6畳の狭い部屋に響き当たる。あ、俺のパソコンも結構うるさいかもな。これが主人公ですよね。画面何も映ってないけどね、さっきから。お、来た。あー、どれどれ。再生数は、2万7000か。結構伸びてるじゃん。すごいね、順風満帆やってんじゃん。ゲーム実況者なの君は。ボサボサの髪をくしゃりと書きながらパソコンの画面を覗き込む。僕は先月動画投稿サイトに投稿した自分の動画をクリックするとコメント欄に目をやる。めっちゃかっこいい。好きな、作曲活動的なのやってんだ。なるほどね。好きな曲調、なんでこの人が人気ないのか謎。この歌う P の他の曲を教えてくれ。P ってなんだ。ふふふふふ。ごめん、なんかめっちゃ棒読みでやっちゃった。自分を肯定するコメントの多さに一人にやつく。僕が投稿したのは音声制作ソフト歌うロイドを使用したオリジナル楽曲だ。この歌うロイドは公式キャラクターのビジュアルが可愛く、うまく調律すればまるで人が歌っているかのような歌声を作れることからネットに流行していた。へえ。なんか結構そういうところと関わってるってことは、なかなかこいつ結構やるんだな。やる人間かもしれん。歌うロイドを作って曲を作る僕のような存在を歌う P と呼ばれており、中にはメジャーデビューし作曲活動だけで生計を立てている人もいる。へえ。僕も自身の作った曲がヒットし彼らのように脚光を浴びる日が訪れることを夢見て作曲を続けていた。この人いつも同じ曲調じゃない？ありきたりでつまらない。単調すぎて盛り上がりに欠けるんだよな。チッ。否定的なコメントにテンションが下がる。自分で曲を作ったことのないくせに。そういうこと言ってもね、結局意味ないよね。うん。結局は自分の意思をやっぱ貫き通せるかどうかよ。そういうね、否定的なコメントだけでね、やっぱ、考えがね、ねじ曲がったりしちゃったら、もうおしまいです。はい。何を上から目線に語ってんのかね、ちょっとよくわかんないけど、ごめんなさい。すいません。はい。偉そうなこと言いやがって。イライラしながらも否定的なコメントに対する返信をしていると。返信してんだお前。いつの間にか PC がフリーズしていたことに気がつく。 PC のファンがより一層騒がしい音を出す。ねえ、まあ、僕は一人で声を荒らげながら背もたれに寄りかかる。年季の入ったスペックの低い PC じゃ限界かもな。まあね、編集とかするんだったらね、しかも音楽関係ってなってくるとさ、やっぱ結構性能の高い PC 求められるんじゃないの？知らないけど。作曲だけである程度お金が稼げるようになったら、新しい PC を買おう。それにしても、曲が単調か。確かにそうかもしれない。次はガラッと印象変えてみるか。軽く伸びをしながら独り言をつぶやく。すると。何？突然背後に違和感を覚えた。え？なに？急になんかホラーゲーム要素来た？これ。
先ほどまで耳障りで仕方がなかった PC の音が全く気にならない。わずかだが背後に置かれたベッドのきしむ音が聞こえる。嘘だろ。僕は少なくとも2週間は家を出ていない。セキュリティの低いボロアパートだが、誰かが部屋に侵入すればさすがに気づくはずだ。いやでも多分これは気のせいなんかじゃない。後ろに誰かいるんだ。背後に人の気配がしている。そしてその人物は言葉を発することもなくこちらの出方を伺っている。そしてそこにいたのは、あまりにも現実離れした状況に、何これ、めまいがしてきた。冷や汗が止めどなく溢れてくる。恐怖からだろうか。心臓の音はどんどん大きくなっていく。どうしよう、僕は。え？いや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 、普通に考えたらさ、これはあれだよね。少女がいるんじゃないの？違うの？いや、だったら、これは、そうだよね。多分そっから話が入ってくるだろうから、ちょっとここは一旦、こっちだな。振り返らない。僕は後ろを振り返ることもなく作業を続けた。多分後ろから刺されるだろうな、こいつ。緊張で手の震えは止まらない。それでも作業をやめようとはしなかった。振り返らなければ危害を加えない気がしたから。振り返らなければ誰も傷つかずに済む気がしたから。なんか、振り返らなければが全然言えてないね。ベッドのきしむ音がする。誰かがそっと立ち上がり、僕を横切る。僕はきつく目を閉じた。いつの間にか気配のようなものは感じなくなっていた。ああ、これは、え？真っ暗な部屋で幻聴が聞こえる。何をしようとしているの？まさか、また同じ過ちを繰り返そうとしているの？なんで？どっからそういう文字出てきた？同じ過ちを犯そうとしているの？お願い、やめて。私を巻き込まないで。何？いや、やめ。あー、でも状況が全くわからん。バッドエンド1逃避。なんかエンディングがね、4つあるらしい。さあ、少女。おそらく少女だけど、まだまだ謎がね、深まっております。よし、じゃあ今度は振り返りましょう。僕はそろそろ後ろを振り返る。すると視界に飛び込んできたのは？ですよね。めっちゃグラフィック綺麗。銀色の髪の綺麗な女の子だった。なんで今までがホラーゲームっぽい雰囲気を出してたのか、もう謎な感じがするぐらい綺麗な女の子がいました。彼女は僕の部屋のベッドに静かに腰掛けている。誰だこの子。透き通るような白い肌と無機質な赤い瞳から目が離せない。君は一体、久しぶりに人と、それも知らない女の子と会話をすることへの緊張からか、それ以上言葉が続かない。はじめまして、私の名前はウルトラマンです。僕はもう知らないんで、ちょっとこの空気皆さんが何とかしてください。ごめん、もう首切るわ俺マジで。はい、すいません。彼女は端的に答える。ユウ。僕は頭の中で必死に情報を整理する。ユウはすまし顔でこちらを見つめている。いや、本当にユウじゃないかもしれんよ。あ、ごめん、なんでもない。やるべきことを全てやり終えたかのような表情に僕は困惑していた。それだけ？それだけとは？いや、もっと他にあるでしょ。ほら、自分が何者かの説明とか、どうやって僕の部屋に侵入したのかとかさ。こいつはさ、何一つ全然驚いてないんだよね、主人公。まあ突然入ってきたらね、まあ固まるか、とりあえずな。確かにな。まあ俺だったら寝かせて、その後はカーテン閉めてパーティータイム。
どうやって僕の部屋に侵入したのかとかさ。え？なんか急に悲しんじゃった。はあ、あなたは他人から何でも答えがもらえると思っているのでしょうか。そもそもまず自分が何者か私に伝えるべきでは。そうだろ。私はあなたの名前すら知りません。ユウは呆れ顔で僕を責め立てる。何なんだこの子は。人の勝手に人の部屋に上がり込んでベッドに座って。お前なかなかいい胸してるじゃねえか。非常識なのはそっちの方だろ。でもまあこのまま意地を張っていても、なんすかこれ、読み方がわからない。僕はしぶしぶユウに自己紹介をすることにした。僕はなんだこれ、創立創つ奏律年は22。いや奏が名字で律が名前かもしれんぞ。すぐ近くの音大に通う学生だよ。まあ今休学中なんだけど。とか言いながら、お前なあ勝手にやってんだろお前作曲活動。奏合ってたし合ってたし。律くんでいいですよね。え、この子見るからに僕より年下だろ。奏さんとか律さんとかもう少し呼び方が。そんなことはどうでもいいねな。いやまあいいけどさ。では律くん、改めまして私の名前はユウです。気がついたらこの場所にいました。後のことはよく覚えていません。なるほど、ワープしてきたみたいな、そういう展開か。気づいたらいたってそんなバカな話があるわけないだろう。本当のことなんだから仕方ないじゃないですか。むしろあなたの方がよく知っているのでは。律くんが私をここに連れてきたのではないですか。え、僕が。いや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 、僕は右手と首をものすごいスピードで揺らす。知らない間に女の子が自分の部屋に連れ込むだなんて、僕がそんなプレイボーイなわけがない。だけどベッドに座らせたのはもしかしたら俺かもしれん。僕は何とか他に情報を得る糸口はないかとユウの方を見る。多少見慣れては来たが、銀の髪に赤い瞳というのは浮世離れしているというか、コスプレか何かだろうか。あのさ、俺さ、やっぱさ、よく普段からさ、パズラの実況してるからさ、なんとなくね、この格好とこの髪の毛見ると、あの、バルキリーがね、頭に浮かんできたわ。うん。お前、バルキリーだろ。あいつも赤い瞳だよな。服装もアンドロイド風だし、そういえば、歌うロイドの公式キャラクターにどことなく雰囲気が似ているような。あー、そういう、あれで来たみたいな。もう、現実になっちゃったか。自分が描いてたものが。具現化してしまったみたいな。それかもしくはもうこいつが単純にあの薬をやってるか。うん、それで幻覚を見て目の前には自分の理想の女性が立っていた。いや想像が膨らむね俺の。そのせいか露出が高いというか、よくよく見れば顔もだいぶ可愛いな。何舐めた口調してんだこいつ。ほらスケベって言われたでお前な。声の聞こえた方へ視線を移すと、ユウはムスッとした表情で僕の方を見つめていた。ようやく言葉を発したかと思えば、なんて失礼なことだ。違うんだ。俺は、お前の顔じゃなくて、胸の方を見てました。僕は君から少しでも情報を得ようとした、だな。胸元からどのような情報が、うわぁ、ごめん、俺が読まれたわ。俺が読まれちゃった。ぜひお聞かせください。ぐっ、すみません。はあ、次から気をつけてくださいね。はい。すっかり立場が悪くなってしまったな。それにしても彼女は本当に何者なんだろうか。初めて見るはずなのにどこか他人のようには思えない。アンドロイドのような風貌で歌うロイドの公式キャラクターに少し似ている。似ているってことはさ、でも完全に同じってわけでもないんだよね。自分の好みの女の子。不思議なことにユウと会話している間、僕の心は穏やかで落ち着いていた。それと同時に目の前にいる女の子の正体についてある可能性が脳裏を遡る。絶対違うわ。巡る？もしかして君は駆け巡る？
おっと、ここで選択肢。僕の妄想なのか僕の彼女なのか、なんか下がメタ的な感じするな。どうしよっか。なんだろうな。まあちょっとね、どうやらバッドルートとトゥルーエンド、バッドルートがね3つあってね、トゥルーエンドがね1つなんだよね。まあやっぱここはね、まずはちょっと、いや、やっぱ俺薬やってたわ精神的に限界が来てしまった結果、架空の女の子の幻覚を見ている。それが僕の考えたこの状況を説明するのに最も納得のいく答えだった。なるほど。ユウはうんうんとうなずいてみせる。わかります。見ず知らずの女性を監禁するようなド変態よりは、妄想癖の強い思春期男子であったという方がいくらかマシですもんね。ああ、なるほど。その可能性もなくはないのか。それにしても君はなんというか、僕の妄想ならもう少し可愛げがあってもいいんじゃないか。確かにな、お前なんかちょっと言葉硬いんだよね。もうちょっとフラットに話してもいいで。フラットというかラフというかね。僕の言葉を聞いたユウの表情が曇る。可愛げがなくて悪かったですね。私にはあなたの気持ちがわからないんです。だって私には心がありませんから。ああ、アンドロイドだ。やっぱりアンドロイドだ。君は心がない。アンドロイドだから感情がないってこと？まあそんなところですね。自分がアンドロイドって認識してんだね、一応。ちょっとやっぱでもね、やっぱまだなんでこの子がここに来たのかっていう謎が残ったままだよな。なるほど、ありがちな設定だな。感情がないアンドロイドにしては随分とふてくされたような顔をしていた気はしたけれど、とはいえこれでますます妄想の可能性が高くなってきた。私がリツ君の妄想かどうか簡単にわかる方法がありますけど。え？思いがけないユウからの提案に変な声が出てしまった。この部屋に他の人を連れてくればいいんですよ。その人に私の姿が見えなければ私はリツ君の妄想で、見えればリツ君はお縄です。なるほど。ユウの提案はシンプルでなおかつ判断のしやすいものだった。いや、でもな、部屋散らかってるし、そもそもあまり他人を家に呼ぶのは好きではないというか。そんな感じはしないけどね。すみません、引きこもりぼっちニートのリスクには難しかったですね。無理な提案をしました。これは私の落ち度です。失礼な。僕はニートじゃない。大学を休学中のまだ学生だ。お前そろそろ、お前サボってることを白状したらどうやな。休学とか嘘ついてやろ。早く認めろ。引きこもりぼっちは否定しないんですね。このうるさい妄想アンドロイドを何とかしなくては。考えろ。考えるんだ。一人でもユウが妄想かどうかを判断する方法。あ、何か思いつきましたか？そうか、簡単じゃないか。ユウに触れられるか確かめればいいんだ。ああ、やっちゃった、こいつ。お前は、スケベだ。触れることができれば実体、出なければ僕は彼女、彼女は僕の妄想。なんてシンプルでわかりやすいんだ。僕は。おい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 、マジかよ。ここで選択肢くんのか。まあバッドルートからね、やっぱ回収していきたい人間なんで僕は。まあそこはまずやっぱ触れるでしょう。僕はユウに触れようと手を伸ばす。ドスケベ。こんな状況で BGM はずっとなんかもうすごくね、爽やかなんだよね。ユウの言葉を聞いた僕は我に返り、とっさに手を引いた。あ、いや今のはあれだ、痴漢だ。ごめんなさい。こうして僕とアンドロイドの少女ユウとの奇妙な共同生活が始まってしまったのであった。始まっちゃった。最初にこれ実体であるって思えばよかったのか。あ、この選択肢を俺はミスってしまったのかもしれない。数日後、リツ君は今日も部屋にいるんですか？
今日も優は僕の部屋のベッドにちょこんと座っている。そんなの僕の勝手だろ。何時間もパソコンに、なんすかこれ、何これ、むさぼりついてみたいな、そういう感じですか。もう読み方がわかんないっす。疲れませんか。外に出て気晴らしがしたいとは思わないんですか。思わないね。別に今の時代外になんか出なくたって生活はできるし、まああのね、本当に今の時期はね、ちょっと物理的に外に出にくい状況になってるからね。うん、あのリアルな世界はね、こっちの世界ではどうなのかわからんけど、こっちの世界ではちょっとね、今外にね、あんまし積極的に出れない、そういう時代なんですよ。はい、生活はできるかもしれませんが健康には悪そうですね。うん、正解。ちょっと静かにしていてくれないかな。作業に集中できないから。僕があえて厳しい言葉を選んでも、感情のないアンドロイドの彼女には大して効果がないようで、のんきに足をプラプラと宙に浮かせてくつろいでいる。可愛いな、普通に。普通に可愛いんだよな。売り言葉に買い言葉のような優とのやりとりにも、いつの間にか慣れてしまったな。優が僕に気を使うことは一切ない。悪く言えば彼女は空気を読まずに思ったことを口にする。それは彼女が人間のように心、すなわち心臓を持っていないからだという。ずっと気になっていたんですが、大学を休学してリツ君は一体何をしているのでしょうか。何って、なるほど。まあここはまあそうだな、中二病になれ、なんだっけ、なんかの翼を広げているみたいな話だな。え、今なんて言いました。あ、痛い。曲を作っているんだよ。曲ですか。すごいですね。別にすごくなんかないよ。僕よりも人気のある作曲なんかなんていくらでもいるし。リツ君はあまり人気がないんですか。直球だな。少しは気を使ってくれよ。すみません、私には心がありませんから。アンドロイドならそのぐらいの機能を搭載しておいてくれよ。引きこもりへの気遣い機能ですね。善処します。しかしそうですか、リツ君は伸び悩んでいるのですね。まあこういうのはさ、どうなんだろうね。でも結局自分のなんか思ったものをね、やっぱやった方がいいんじゃないかなって俺は思うけどね。それでたまたまなんかそれがね、売れたらそれ、まあそれでいいかなみたいな、俺はそういう考え方なんだけど、この人は違うのかな、やっぱり。リツ君、私考えましたよ。考えたって何を。珍しく黙って座っていると思ったら、また何か余計なことを考えていたのか。リツ君が音楽の道で成功して人気者になる方法ですよ。ああ、そういえば前にそんな話したな。正直余計なお世話だったと思ったが、優が何を言うのか少しだけ気になってしまっている自分がいた。リツ君は駅ピアノというものをご存知でしょうか。何それ。まあ駅ピアノとは、駅に期間限定で設置される誰でも自由に弾けるピアノのことで。ああ、なるほどね。はい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 。僕の住むアパートの最寄り駅でも休日になると設置されていることがあるそうだ。なんかあれだね、なんだっけ、東京都庁にもなんかすごい派手ななんかピアノがあるらしいじゃん。知らんけど。リツ君が作った曲を駅ピアノで演奏しましょう。その光景を動画投稿サイトに載せるんです。おお、いい提案だね。なかなかそういうのあるもんね。普通になんかピアノでね、例えば、うん、あのポケモンのシロナ弾いてみたみたいな。するとあら不思議、リツ君も一躍スターの仲間入りに。なれないよ、そんな簡単に。なれますよ。実際に駅ピアノから夢を叶えた女性もいるとか。いつの間にそんな情報、僕の知らない情報を仕入れているなんて。なんかそういうデジタル系なんか普通に強そうだもんね、この人、この女の子ね。変な妄想だな。その人には元から才能があったんだろう。それにああいうのは誰もが知っている曲を弾くからいいんだろ。僕が自作の曲を弾いたところで誰も耳を傾けてくれや、誰も耳を傾けてはくれないよ。お前さ、そういう風に思ってんだったらもうやめろ、もうやめちまえ、もうそういうことすんな。お前普通にな、社会人になれ。そうですか、残念ですね。脱引きこもりになるいい案かと思ったんですが。そんなに外に出たいなら一人で出ればいいじゃないか。一人でって、あのですね、
それができるなら最初からそうしていますよ。どういうこと？どうやら私は一人では外に出られないみたいなんです。なるほど。あまりにも自然な会話ができているからつい忘れてしまいがちだが、ユウは僕の妄想が作り出した存在だったな。僕の妄想なら僕が外に出ないことにはどうしようもないのか。あの、リツ君は？妙な沈黙の後、ユウが再び口を開いた。リツ君はどうして曲を作っているんですか？どうしてって。将来他人とかからずに生活をするのに都合がいい仕事だからだよ。でもさ、それだったら普通になんか YouTuber とかさ、ゲーム実況とかでよくない？デスクワークなら外に出なくたって済むし、他人と面と向かって話をする必要もない。生活のために曲作りをしている？ああ、そうだよ。将来的にはそれで収入を得て学費や家賃だって払っていくつもりさ。もうあの人たちとは関わりたくないし。なるほど。それで今どの程度お金を稼げているのでしょうか？めっちゃなんかついてくるね、この人ね。それは今はまだゼロだけど。もうやめろ、バイトしろな。普通に社会人なれ、お前は。二人の間に不穏な空気が流れ始めていることを僕もユウも感じ取っていた。ごめん、ちょっと喉乾いた。あ、よーし、じゃあ行くぜ。僕もユウも感じ取っていた。それでもユウは話を続ける。曲作りで食べていける見込みもないのに、休学してまで続けているんですよね。さっきから何が言いたいんだ。彼女の言葉の全てが自分を否定しているように聞こえる。僕は苛立ちを隠しきれず、思わずユウを睨みつけた。こんなこと向いてないって。さっさとやめて学校に行けって言いたいのか？そんなことは言っていません。私はただ、リツ君が曲作りをしている本当の理由を聞きたいだけです。ごめんなさい、なんかさっきからカミカミだね。ちょっともうちょい。頑張れ。本当の理由？本当の理由ってなんだよ。彼女は、ユウは何かを知った風な口を聞いているんだ。僕は。赤い背景の白い文字はなかなか、やばいぞ。まあもうここはね、ひとまず、俺のな、人生に口挟んでくんじゃねえぞ、おら。何も知らないくせして偉そうに説教かよ。え？え？なんか止まった。いえ、私は別にそんなつもりは。ああ、悲しませちゃった。頼むからさ、もう放っておいてくれよ。ゆえに僕の何がわかるんだよ。すみません。ですが、このままの生活を続けて何かが変わるのでしょうか？うるさいな！お前には関係ねえだろ。お前は俺の妄想なんだ。俺の妄想がこんな女の子を具現化させてしまったのか。お前はもういらねえ。さっさと俺の視界から消えろ。ほっといてくれよ。そういうのが余計なお世話だって言ってんだよ。私の言葉で気分を害していたのであれば謝ります。ですが私には。ああ、そうだったね。君には心がないんだったね。じゃあ僕の気持ちなんかわかるわけないよな。一度吐き出してしまったが、最後頭ではわかっているのに、ユウに向けた暴言が止めどなく溢れていく。心ってあれだろ、要するに心臓がないんだよね、ユウは。それなら僕の心臓をあげようか。タイトル回収来ました。何を言っているんですか？どうせ僕なんかが生きたってこの先何の役にも立たないんだ。そもそも好きで生きてるわけじゃないし、変われるんなら変わりたいくらいさ。本気で言っているんですか？ああ、本気だよ。だからあの時だって自分で。そうですか。あなたの心臓はいりません。ですがお望みであれば。え？何？心臓止めてあげましょうか。え？は？何？言って。
端胸が焼けるような痛みを感じ、僕はその場に倒れ込む。痛い、胸が苦しい、うまく息ができない。何なんだこれは。僕の体が受けられてしまって終わりました。何度か声を絞り出し顔を上げると、何？ああ、やばい。なんか首の下になんかリサイクルのマーク浮かび上がってるけど。優が怒りと軽蔑が混ざったような表情で僕を見ていた。あれ？おかしいですね。何起こってるんですか？心臓、いらないですよね。これまで見たことのないような優の表情と雰囲気を前に、僕の体は小刻みに震えていた。胸の痛みはより一層強くなっていく。なんだ、苦しさで朦朧とする意識の中、命を何だと思っているんだ。ふざけるな。期待して損しました。さよなら。優の憎悪と怒りのこもった言葉が僕の心に焼き付いていた。死んだのか。どうなった？え？バッドエンド2、別れ。さあ、じゃあちょっとね、一回り戻って、ここですね、僕の彼女なのか、あの最初のところはね、妄想なのか、実体なのかっていうところでね、ちょっとここ下行ってみようぜ、とりあえずまず。実は僕は記憶喪失で、大切な彼女のことを忘れてしまっている。彼女はそんな僕のことを気に病んで、毎日会いに来てくれている。というの、妄想が過ぎるか。待てよ、妄想？そうか、もしかして彼女は僕の妄想なんかじゃない。精神的に限界がしてきてしまった結果、架空の女の子の幻覚を見ている。それが僕の考えたこの状況を説明するのに最も納得のいく答えだった。その結果、さっき僕は殺されました。なるほど。ユウはうんうんとうなずいてみせる。わかります。見ず知らずの女性を、あれ、俺今さ、あれ彼女の方って選んでなかったっけ？あれこう同じじゃね？あれこれ同じじゃない？これ。あ、これ同じだわ。はい、なんか先ほどのあれだね。あ、だからこれか。赤背景の白文字が分岐ってことか。あ、これが分岐か。あ、だからこの選択肢をこう追っていけばいいのか。なるほどね。じゃあさっき否定したから、今度は優の言葉を聞くにしよう。多分こっからね、またルートが分かれる箇所があるかもしれないからね。ちょっとこっからじゃあ行きましょう。はい。さっきは殺されましたが、今回はどうでしょうかね。ちょっと待ってて、僕は席を立ち台所へ向かった。コップに入れた水を飲み干すと小さく深呼吸をする。気持ちが落ち着いてきたところで、優の方へ向き直り口を開く。さっきはごめん。あまり触れてほしくないことだったから。ユウにきつく当たってしまったかもしれない。ユウは少しだけ驚いた表情を見せた。いえ、私の方こそ失礼なことを言いました。でもすみません。私には心がないからわからないだろう。もう聞き飽きたよ。僕は笑いながら彼女の言葉を遮った。リツ君は意地悪ですね。ごめん。さっきの話の続き聞かせてくれないか。え？ですが、ユウは不安そうな表情を浮かべている。もう大丈夫だから、最後までちゃんと聞くからさ。そうだぞ、こっちの世界線の俺はね、結構ちゃんとしてるからね。では、私思うんです。リツ君は生活のために曲作りをしているわけではないと。だって家族の厄介になりたくないのなら、お金を稼ぐことが目的だけなら、もっと別の手段があるのではないでしょうか。そうだね。私は曲作りのことはよくわかりません。それでも、リツ君が毎日寝る間も惜しんで、なあ、また来たぞ、これもう何とか読んでやりたい。ちょっと調べてくるか。これかじるですね。普通にシンプルだったわ。かじるだわ。そうだね、確かにそうだよね。なんかちょっとね、下の部分がなんか潰れてね、若干見にくいんだよね、文字が。でもね、なんとなくかじるかなと思ったら、かじるで合ってました。はい。かじりつくように机に向かっていること、思うようにいかず悩んで苦しんでいることは知っています。
いつも傍らで見ていましたから。ユウの声色と表情はどこか辛そうで、とても感情のないアンドロイドには見えなかった。確かに。きっと一曲作るだけでもものすごい時間がかかるんですよね。途中で投げ出したり飽きてしまってもおかしくはないと思います。辛くて大変なはずなのに、それでも諦めないのはどうしてでしょうか。僕は彼女の言葉を黙って聞いていた。ユウの言う通りだった。お金を稼ぐ方法なら他にいくらでもあるはずなのに、バイトでもすればもっと早く親の厄介にならずに済むのに。僕は作曲を続けている。僕が引きこもりになってしまうよりもずっとずっと昔からずっと続けている。どうして、どうしてなんだろう。わからない、わからないよ。そうですか。ユウはそれ以上何も言わなかった。数日後、さあここからどういう展開になっていくんですね。え、少しずつね、心が通い始めてきてる、そんな感じですけどね。リツくん、リツくん。誰かが僕を呼ぶ声がする。お前ずっとその体勢だな。あ、今度こそわからん。なんだこれ、まぶた、何これ。あ、まぶたで合ってたわ。まぶたを開けるとユウが僕の顔を覗き込んでいた。彼女との距離の近さに今更ながらドキッとしてしまう。ああ、ユウか。寝ぼけマナコのままスマホの画面を確認すると、時刻はまだ朝の5時だった。どうしたの、こんな朝早くに。リツ君に提案があります。今から外に出てみませんか。外に。はい、これだけ朝早ければ人通りも少ないと思うんです。誰とも会わない、泊まりは行かないかもしれませんが。それって。ああ、勘違いしないでくださいね。私のためにですよ。ユウのために。はい、私実はアウトドア派なので、ずっと家にいるとストレスが溜まってしまうんですよ。じゃあもう本当になんか人間っぽくなってきたな、この世界線のユウは。感情がしっかりある。だから私のストレス解消に付き合ってもらえますか。僕は、おお、分岐きた。まあ外へ出てね、絆を深めていきたいところですが、俺はひねくれてるんで外には出ません。残念です、ごめんなさい。ユウが僕を気遣ってくれていること、このまま部屋にいても何も変わらないこと、頭では理解していた、理解しているけれど心がどうしても追いつけない。ごめん、僕はまだ。そうですか、わかりました。でももしもリツ君が。何？ユウの言葉を遮るようにチャイムの音が鳴った。チャイム鳴りましたよ。出なくていいんですか？ああ。どうせセールスか何かだろう。ユウにそう答えようとした矢先、ものすごい勢いでドアを叩く音がした。何？何？警察？突然のことに驚いた僕は、不用心にも来客が誰かか確認することもなく、ドアを開けてしまった。え？え、誰？どちら様ですか？僕は、年は僕と同じぐらいだろうか。背の高い体格のいい男が目の前に立っていた。え？何？あ、びっくりした。彼は扉を開けるや否や、僕の首を両手で掴み勢いよく締め上げた。え？痛みから逃れようと必死にもがくも、体格差のせいか僕の抵抗は意味をなしていなかった。あまりに突然の出来事に理解が追いつかない僕の耳に、かなでくん？え、かなでくん、あれ、なんだ、かなでくんの弱かったよ今。ちょっと待って、なんか適当に読んじゃった。男を呼ぶユウの声が聞こえた。え？ユウは？ユウ、やっと会えた。男はブツブツと何かを話している。その瞳はうつろで視点が定まっていない。どうしてここが分かったの？家族でさえ私がここにいることは知らないはずなのに。お前みたいなやつ、ユウにふさわしくない。ユウ、大丈夫だからな。今、俺がお前を助けてやるから。
どうして邪魔をするの？彼がせっかく前を向こうとしていたのに。ユウの声が聞こえていないのか、男は僕の首を絞める力を一層強める。え、何、誰お前、誰だよお前。状況を整理する余裕もないまま、僕の意識は遠のいていった。誰？急になんか知らない男が現れたよ。バッドエンド3ユウ。仕方ねえな。じゃあ外に出てやるよ。じゃあ一緒にな、一緒に行こうぜな。早朝の陰か、商店街は閑散としていて、人も数えるほどしか見当たらない。早朝に外出るよってなかなか俺できねえわ。うわー、かわいい。僕はアパート近くの商店街を歩いていた。その少し先をユウが嬉しそうな表情で歩いている。彼女が歩くたび、その綺麗な髪がふわりと揺れる。僕はというと、先ほどから緊張で汗が止まらなかった。足取りも重く、少しの物音を聞いただけで震え上がりそうになる。そんな、何、そこまで行く？こいつ相当重症だな。まあ確かに2週間外に出てないんだもんな。お前飯とかなんだ、お前ウーバーイーツ頼んでんのか。ユウはそんな僕に気を使って、時折後ろを振り返りながらゆっくりと歩いてくれていた。このさ、ゆっくり、なんだろう、後ろ振り返ってなんか気にするってことはさ、やっぱさっき出てきた謎の男のこと気にしてんのかな。ずいぶん浮かれているじゃないか。そう見えますか？私には心がありませんから、気のせいだと思いますけど。このやりとりにも、もうすっかり慣れてしまったな。リツ君の、なんだこれ、新規臭い部屋で二人きりで居続けることを考えたら、確かに外は空気が美味しくて浮かれてしまいますね。ひどい言われようだな。失礼、間違えました。からき臭いリツ君と二人きりで部屋で でした。相変わらずの毒舌だな。ありがとうございます。僕は外に出ることが怖かった。人の視界に入れば笑われるんじゃないかと思っていた。でもそれはただの自意識過剰で。なあユウ、聞いてほしい話があるんだ。僕と僕の家族のこと、自分の辛い過去さえも、ユウならば笑い飛ばしてくれる気がする。嫌ですね。え？想定していなかった回答に僕は困惑する。嫌ですが、この距離ですから、リツ君の独り言が私に聞こえてしまうかもしれませんね。彼女は僕の目で見て笑っていた。僕は意を決して口を開いた。僕の父さんってさ、海外ですごく有名なピアニストなんだよ。マジか。じゃあさ、お前働かんでもそんなに家族がどうにかしてくれそうじゃん。お前もうお前一生親のすねかじりで生きてけ。母さんもプロの、あーすごい、あーすごい、これはすごいわ。確かにそれはね、劣等感抱いてしまいますわ。なるほどね。あ、そういうことなんだ。もうすごいね、家族、親御さんすごいね。母さんもプロのバイオリニストでさ、音楽一家で僕は育ったんだ。最初は両親が誇らしかった。自分も父さんみたいなピアニストになりたいし、なれると思っていた。毎日練習したよ。友達が遊んでいる時間も、ゲームなんかもちろんやったことなくてさ。でも全然苦じゃなかった。楽しかったし、ピアノが好きだったから。その頃ことはもう思い出せない。あれが本当に自分だったのかさえ疑わしい。有名な音大にも推薦で受かってさ、でも成績は中の中だった。父さんには散々罵倒されたよ。お前の作る曲も演奏も聞くに耐えないって。あー、なんか結構こだわりの強そうなお父さんだね。恥ずかしいから自分の息子だとは言わないでほしいって。そこまで言わなくてよくないか。でもひどいよな。あもう頭おかしくなりそう。あれゆうちゃんどこ行った？あれ、あ、俺の幻覚だったか。あれ消えちゃった。母さんも口には出さなかったけど、落胆していたと思う。でもさ、僕諦めなかったんだよ。ずっと音楽してかやってこなかったからさ、
他にやれることなんかないから。たった一つ自分の取り柄だと思っていたことがただの勘違いかもしれない。その事実が怖かった。そこから寝る間も惜しんで練習したんだ。でも全然うまくなれなくて、才能がさなかったんだよ、父さんみたいに。いつの間にか自分の演奏を聴いている人たちがクスクスってさ笑ってるみたいな声が聞こえるようになって、何が楽しいのかわからなくなって、何もかもが嫌になった。かわいそうだなこいつ。ユウは黙って僕の話を聞いてくれている。彼女は僕の次の言葉を待っている。僕さ、自分で命を捨てようとしたことがあるんだ。衝動的に、安直に、それが自分が楽になれるいい方法だと思ってしまった。言葉にしてみてようやく僕は自分のしたことの意味を理解する。大掛かりな手術だったみたいでさ、助からないかもしれないって言われてたんだけど、でも生きてた。リハビリに3年もかかってしまったけれど、今は何の不自由もなく普通の生活ができている。そのことがきっかけで両親から距離を置かれてさ、下手に一緒に暮らしてるとまた何をしでかすかわからないからって、今のアパートに一人暮らしさせてもらえるようになったんだ。あーなるほどね。音大も休学して何やってるんだろうな。バカだって思うだろ、その程度のことで命を投げ出すなんて。どうかしてるって思うよな。まあ精神的な部分はね、ちょっともうどうしようもないですからね。うん、客観的に見てその大したことないってね思ったとしても、それはね違うよ。結局自分自身がどう思うかですからね。それはねちょっとしょうがないよ。うん、しょうがない。思いません。ユウは唐突に口を開いた。彼女は優しく澄んだ瞳で僕を見つめていた。思いませんよ。だって他でもないリツ君自身がそう思っていないなら、私には心がないし、私はあなたじゃない。だからリツ君が何を考えていたか完璧にはわからないけれど、大事だったんですよね。家族に認められることがショックだったんですよね。家族に落胆されることが、自分に父親のような才能がないことが、この世界から消えたくなるほどに。その程度のことではなかったのですよ、少なくともあなたにとっては。そういうこと。うん、やっぱ俺とお前は気が合うな。そうなのかな。ユウに言われてようやく僕は自分の気持ちを理解できた気がしていた。リツ君がたくさん苦しんだこと、限界だったことはよくわかりました。彼女は立ち止まると僕の胸に向かって手を伸ばす。それでもその手は僕に触れることなくゆっくりと下へ降りていく。彼女は止めていた足を再び前へ進める。自分の命を自分で奪おうとする人を私は絶対に許せないし軽蔑します。彼女の切なそうな表情を見て、僕は今更になって彼女が僕にこれまで強く当たっていた理由が分かった気がした。そうだね、まあ最初なんか殺されたかちょっとよく分からんけど、あれも結局ねもう自分の命に投げ出してたもんな。お前は多分だけど、ユウは僕の過去を知っているんだ。ユウはずっと怒っていたんだ、僕の軽率な行動、心を持っているのにそれを自ら捨てようとした僕のことを。ごめん。え、何それ、まさかお前俺の霊体なのか。まさか俺とお前一心同体なのか。どうして私に謝るんでしょうか。謝るんなら自分自身にでも謝ってください。そうだね、ありがとうございます。え、どうして俺、自分のことを話してくれたからでしょうか。でもよかったです。最初はこんなヘタレな人の傍らにいないといけないだなんてついてないなと思いましたが、ほんの少しだけ見直しましたよ。なんかだんだんこの作品が分かってきたかもしれん。すごいね、なんかこの作品なかなかやっぱあれだね、進むごとにこうストーリーがこうストンと頭の中入っていくね。すごいね、いい作品だわ。まだ全部やってないけど。ユウと商店街歩いた時間はわずかなはずなのに、僕は今日のことをずっと忘れないような気がしていた。そしてこの日を境に、ユウは
僕の前から姿を消した。おっと、カタカタとキーボードを打つ音とパソコンのファンのうるさい音が6畳の狭い部屋に響き当たる。誰の声も聞こえない。一人で作業をしているこの時間が好きだった。だけど今は物足りなさを感じている。優がいなくなってから数週間、僕は相変わらず部屋に引きこもっていた。これで完成だな。僕はここ数日ひたすら新曲作りに没頭していた。それが今ようやく完成したのだ。僕は動画サイトの投稿ボタンを押そうとマウスに伸ばした手を止め、後ろを振り返る。そこには誰もいなかった。いつの間にか当たり前になっていたんだよな。ユウはいつも僕の部屋のベッドに座っていて、小言や文句を吐いていた。それにどれだけ救われたのだろう。ごめん、もうなんかもうちょっとね、口がそろそろ回らなくなってきた。やばいわ。ちょ、頑張って読め。ありがとうの一言すら言えなかったな。僕はパソコンの画面の消すのを身支度を始める。喜んでもらえるかわからないけど、やれるだけやってみよう。もうちょっとゆっくり読めばいいか。早朝の氷点下、氷点下どういう読み間違いやそれ。多分俺作業がね言えなくなってるかもしれん。早朝の商店街を一人歩く。やばいな。彼女と話したことを思い返し、もうちょっと思い出し笑いするからやめろマジで。彼女と話したことを思い返していると、まるで彼女が今も少し前を歩いてくれているような気がして、不思議と緊張感や恐怖はなかった。それでも歩いて30分ほどの距離にもかかわらず、目的地に着くまでに何時間もかかってしまった。これはもう少し外に慣れなきゃダメだな。脱引きこもりにはもう少々時間がかかりそうだ。優の諦め顔が脳裏に浮かんだ。行き交う人々の喧騒が聞こえる。あまりの人の多さに思わずめまいがする。この街にはこんなに人がいるんだな。この駅の利用者が一番多くなる時間帯まで僕はあえて待っていた。おー、お前なかなかやるやん。それがね、生きてるって思われないようでな。恥ずかしくない演奏を期待してるぞ。僕はあえて待っていた。一人でも多くの人の目に留まるように、僕が逃げてしまわないように。駅に置かれたピアノは弾くものを試すかのように堂々とした出立ちで、触れることはおるか誰も近づこうとさえしない。僕は人波をかき分けながらピアノの前にたどり着く。きっと大丈夫。胸に手を当て深呼吸をすると、そっと椅子に腰を下ろした。通行人が僕の姿に気づき足を止める。期待と好奇の眼差しが僕に刺さる。僕は震えると両手を静かに鍵盤に置く。大丈夫。その曲を弾き始めた途端、うわーかっけー。心とは裏腹に僕の指は跳ねるように次の音を奏でていく。誰も知らないその曲を聞いた人々は止めた足を動かし、その場を去ってしまう。それでも構わず僕は演奏を続ける。この曲は、この演奏は君だけに向けたものだから。数年のブランクをまるで感じさせない指の動きに僕は自分で驚き、いつしか涙を流していた。君の言った通りだ。これまでの僕の努力が無駄じゃなかったってことを今この瞬間が物語っている。否定されて逃げ出したくなって、この世界からいなくなろうとさえ思った。それでも僕はどうしようもなく音楽が好きなんだ。好きなことから逃げられないんだ。君に出会わなければきっと僕はこんな簡単なことにも気づけなかったんだ。ねえユウ、こんなことを言うと君は怒るかもしれないけれど、僕はできることなら今でも僕の心臓を君にあげたいと思っている。自分の命を投げ出すような僕よりもまっすぐで優しい君に生きていてほしいから。だけどそんなことをしていても意味がないことぐらい分かっている。だって
うわー、かわいい。かっこいいとかかわいいしか言ってない、さっきから俺。この心臓は元よりも君のものだから、君が行きたかった明日を僕は今生きている。ユウ、ありがとう。僕はこれからの人生を大切に生きるよ。好きなことを胸張って好きだと言えるように。苦しくてももう逃げないって決めてたから。だけど僕は弱い人間だから、たまにどうしようもなくやる気が出なくて、大切な一日を無駄に過ごしてしまうことがあるかもしれない。そんな時は僕の前に姿を見せて、また叱ってくれないか。君に向けた演奏が終わろうとしたその時、僕の問いかけに答えるように胸の高鳴りが聞こえた気がした。君に心臓をあげたい。いやーね、すごかったね。やっぱりなんだろう、そのこううまいことね、なんかこう自分のなんだろう、分身というかそういうのがね、助けてくれるっていう、もう感想が出てこん。ここに来ることほどのことはよく覚えていない。ここに来るまでかのことはよく覚えていない。学校帰りに突然頭が痛くなって、それでいつの間にか私は不思議な空間にいた。淡い色の光の玉がゆらゆらと浮かぶ綺麗な夜空のような場所。自分がここにいる意味がなんとなくだけどわかる。終わっちゃったんだろうな。私にはやりたいことや夢はなかった。それでも友達と遊んでいるだけで毎日が幸せで、最近は気になる人だってできたんだ。心残りあるに決まってるじゃんか。もっといろんな場所へ行ってみたかった。いろんな人と出会って誰かを笑顔にできるような、そんな夢を見つけて夢に向かって努力がしたかった。そういえば来週コンビニで新作のアイスが出るんだっけ。あれも食べたかったな。そうだ、明日はバイト代が出る日だ。買いたい服あったのにな。ああダメだ、後悔がいくらでも溢れてきてしまう。私が一人心残りを思い返していると、それできますよ。頭上で女の子の声が聞こえた。私が目線を上げると、そこには優がいた。私によく似た顔の女の子が微笑んでいた。あなたのしたかったこと、見たかったものが叶うチャンスがあるって言ったらどうします？全部は無理かもしれないですけど。女の子は私によく似た声で問いかける。どうすればいいの？あなたの思いを、心を誰かに託すんです。あなたの心はまだ生きています。誰かって誰に？おや、乗り気ですね。実はその人はもう決まっているんですよ。その人はどうしようもないヘタレで、引きこもりでニートで、髪はボサボサで、せっかく乗り気になっていたのだから、もう少しまともなことを言ってほしいものだ。でも、いい人ですよ。いい人、それならまあいいか。彼女がその人の話をするときの、その柔らかい表情と声を聞いて、私は決意をする。わかりました。それでは、行きましょうか。彼女は私の手を取る。君に出会えるその日が来ることが、少しだけ楽しみになってきていた。
トゥルエンド、君に心臓をあげたい。なるほどね。ユウっていう名前の由来、それはユウだからだ。いやすごいね。なんかもう本当にさ、やっぱ進んでいくごとにさ、やっぱストーリーの展開とかね、そういうなんだろう、そのいろいろと隠された謎がさ、こうスンと頭の中にね入っていく、すごいね、やっぱりなんだろう、繊細というか、もう展開のなんか広げ方がすごいしっかりしている作品だなって思いました。はい、というわけで君に心臓をあげたい、こちらのノベルゲームやっていきました。はい、ありがとうございました。